武藤、大迫が耐える、おー抜けてきた、武藤が来た、ジェアン・パトリックもいる、武藤はどこを使うか、武藤、武藤ここで折り返す、切り返して武藤が狙った、武藤が絞り、今シーズン4ゴール目、後半アディショナルタイムで勝利を近づける大きな大きな追加点です。ヴィッセル神戸これで2対0。得点も認められました。2対0終盤。スピードの手なので黒石選手内側行かれてしまいましたけどね。